皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。ワプツーのテッシーです。さて、今回は任天堂スイッチのオンラインで実施されている超お得なセール情報をお届けいたします。今回紹介させていただくタイトルは6本。またまた今回も全て500円以下ワンコインで購入できるものばかりをご用意いたしました。ちなみに仮に全て定価で購入した時の総額が9420円で、今回のセール利用で購入すると総額1739円と、なんと2000円でお釣りが来ちゃうんですよね。これはめちゃくちゃお得です。ぜひ今回の動画を見てソフト購入の検討材料としていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介するのはソロアイランズオブザハート。こちら定価1980円が7月20日まで 80% オフの396円となっています。大海原をめぐり点在する島の仕掛けを解いていくパズルアドベンチャーゲーム。不思議な生き物に触れ合ったり、美しい自然を堪能しながら愛について考え、プレイヤー自身の内面を見つめていく。パズルは様々な種類のブロックを並べたり積み上げて足場を組み、道を作っていくシンプルなルール。各所にある灯台に光を灯し、新しい島を出現させ先に進みます。今作で特徴的なのが、道中不思議な生き物たちが愛についてプレイヤーにいくつもの問いかけを投げかけてくるところ。結構深い質問も多く、その答えを立ち止まってついつい真剣に考えてしまうのですが、次第にふと自分はこんな考え方を持っていたんだと、パズルゲームとは全く関係のない発見をしてしまいます。南国風の明るい世界観の中、ギターとフルートの優しく落ち着いた音楽が癒される本作。パズル自体は単調ではありますが、難易度も程よく楽しめます。次にご紹介するのは少女と宇宙の物語、ミルクメイドオブザミルキーウェイ。こちら定価590円が7月21日まで 30% オフの410円となっています。オンラインゲームサービスのプロ集団が2019年に設立したグラビティゲームアライズより発売され、スマホ向けアプリとして展開されていたポイント&クリック型のアドベンチャーゲーム。本作は羊飼いの少女が不思議な事件に遭遇する謎解きアドベンチャー。一人で農場を切り盛りする若き女性ルースを中心としたプレイヤーの想像を超えるストーリー展開が魅力。脱出ゲームのように画面内の気になる部分を調べたり、入手したアイテムを特定のオブジェクトに対して使用することで物語を進展させていきます。一見すると背景のように見えるものも実は取得できるなど、注意深く観察していないと見落としてしまうようなアイテムや、思いがけない解き方をする仕掛けなど、なかなかやりごたえのある本作。ヒントも一切ありませんので行き詰まってしまうこともありますが、怒涛の展開を見せる壮大なストーリーに惹かれ、プレイし始めるとやめ時を失い、一気にラストまで進めてしまいます。3本目にご紹介するのはフェリックス・ザ・リーパー。こちら定価1980円が7月20日まで 90% オフの198円となっています。本作は死神の人生を舞台にしたラブコメディをテーマとした 3D パズルアドベンチャーゲーム。死神界で死を司る省庁の職員である主人公フェリックスは、自分とは真逆である生を司る省庁に勤める女性ベティに恋をする。彼女といつか出会うことを夢見たフェリックスは、人間界に行き現場で働く死神へと転属する。プレイヤーの目的はフェリックスを操作して人間界のわずかなエリアを切り取った箱庭のステージの中で特定の人間に死をお届けすること。ただし直接的に手を下すことはできず、あくまでアクシデントとして亡くなるように仕向けます。影の中でしか行動できないフェリックスは太陽の位置を動かせる能力を持っており、建物や樹木などのオブジェクトの影をうまく利用して移動し、目的を達成していきましょう。独特な世界観とかなり歯ごたえのあるパズルに加え、プレイ中隙あらば軽快に踊り出すフェリックスの妙に滑らかなダンスも見どころの本作。彼女を魅了するために日々音楽を聴きながらダンスを特訓しているという設定なんですが、開発には実際のダンサーを雇って動きを再現しているとのこと。果たしてフェリックスの恋の行方はどうなるのでしょうか。続いてご紹介するのは10秒走リターンズ。こちら定価500円が8月2日まで 80% オフの100円となっています。障害物を回避して10秒以内にゴールするというシンプルなルールと操作性ながら非常に高い中毒性で、任天堂 DS で人気を博した10秒走がパワーアップされた本作。移動とダッシュ、ジャンプを駆使して10秒以内にゴールを目指します。ただ各ステージにはそれぞれ星が3つずつ配置されており、それらを集めることによって新ステージやキャラクターが解放されます。そのため普通にクリアしたステージも再度星集めを目的としてチャレンジするのですが、全くの別ステージかのように難易度が上昇し、それがついつい意地になって中毒性を生んでしまうんです。1回のチャレンジが数秒ですが、気づけば1時間なんてこともザラ。また画面を分割して最大4人まで同時対戦プレイが可能。これがまた結構盛り上がります。全100ステージ
でボリュームも十分、100円でのコスパは抜群の1本です。5本目にご紹介するのはキャンドル。こちら定価1980円が7月20日まで 80% オフの396円となっています。本作は絵画のように美しいグラフィックデザインが特徴的な 2D パズルアドベンチャー。故郷の村を襲われた主人公テクが一族を救う旅に出る。テクは手のひらから炎を出す能力ライトバーストを駆使してステージの罠やギミックを解き進めていきます。周囲をよく観察しパズルを解くヒントを探し出しましょう。本作パズルアドベンチャーとしては難易度がかなり高め、さらに背景に同化してヒントが分かりにくかったり、操作性、ロード時間の長さなどマイナスの声が多い本作なんですが、僕的には世界観も含め骨のあるパズル要素がかなりおすすめで、このセール価格なら絶対買いだと思います。そして最後にご紹介するのはエアーメモリーズオブオールド。こちら定価2390円が7月20日まで 90% オフの239円となっています。空に浮かぶ浮島を舞台としたドイツ産のオープンワールドアドベンチャーゲーム。バードシフターと呼ばれ、鳥に姿を変える能力を持つ主人公アークが迫り来る闇から世界を救うため、神々の大地にある3つの寺院を巡礼する旅に出る。ローポリゴンを採用したグラフィック表現のオープンワールドを冒険する本作。各所で様々なギミックを解きながら冒険を進めていくのですが、敵との戦闘や時間制限、また高所から落下してゲームオーバーになるなどは一切なく、美しい音楽の中、ストレスフリーで爽快感満載の空の旅を楽しむことができる作品となっています。収集要素などがなく難易度も優しめ、クリアまでの総プレイ時間も短いものではありますが、個人的には239円なら迷わず買いの一本です。さて今回は任天堂スイッチの超お得なセール情報ということで6本のタイトルをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回そんなつもりはなかったんですけども、大半がパズルアドベンチャーとなってしまいましたね。まあこの手のジャンルって興味は出てもちょっと難易度高めと聞くと購入をためらってしまいがちですが、やはりセールでこの低価格なんで試しに触ってみるいい機会じゃないでしょうか。どれもちょっと癖はありますが、絶対に値段以上の価値はあると個人的には思いますので、ぜひプレイしてみてください。あと今回なんですが、結構セール期日が迫っているものが多いので、注意してなるべく早めの購入を検討してください。で、購入した際にはプレイした感想などコメント欄に記載お願いいたします。コメントは毎回必ず全て目を通してますし、極力返信させていただいてます。皆さんの温かいコメントで本当にモチベが上がるんで感謝してます。ありがとうございます。さて WAP2 では任天堂スイッチ、プレイステーションを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、サブチャンネルの視聴もお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。